青さんはされてるんですか。わしも最初やりました。わしも突然とかやったりしないんです。失礼しちゃうみたいな。KTV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。こんにちは。公認会計士税理士の岡本でございます。はい、2017年あらびき団チャンピオン伝説のお笑い芸人ふんみんです。はい、そしてそんなふんみんさんに呼ばれてきました、はい、カブトムシゆかりです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いいですね。いいですね。もうね、腹立ってね、もう早くも4回目になって、うん、はい、はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。もう毎回勉強になりますし、あの、楽しいですし、はい、あの、とにかく目の保養になります。ああ、どうですか。そんなに、ね、こんなにイケメン公認会計士が揃ってる会社ってそんなにないですか。どうですか。ないと思います。ないですよね。ないと思います。これ なんで採用基準みたいな、なんか多分イケメンで、さらにこんな、はい、あ、弱いじゃないですか。面白い。もう取りたかった今の。そうですね、やっぱイケメンがね、揃ってる。そうですね、イケメンが一人ちょっと今ね、イケメンで、はい、あの資格こんなね、うん、取ってって何 0.8% 突破率 0.8% ですか。どうですかね。すごいですよね。公認会計すごい、うん、絶対、まあ、我々でまとめるのもあれですけど、はい、突破できないですよね。我々突破ね、もう 0.8% できないですけど、もほら、あらびき団で優勝する、うん、突破率って言ったらもっともう、まあ、0.02% ちょっと上げてるし、僕の方がすごかった。今日あれですね、はい、まあ、お悩み相談です。お悩み相談ですね。はい、あるんですよ。すごい悩みがあって、はい、あの、私物欲がないんですよ。物欲がないです、はい、で、まあ、なんかその洋服とかもすごくあんまり興味がなくって、ブランドとか、なるほど、本当に興味がなくって、うん、今の仕事って洋服も経費になるし、はいはい、まあ、美容も経費になるし、はいはい、いろいろ経費になる幅が広いのに、ね、もう関わらずそこの辺にあんまり興味がないので、うん、その使うことがないんですね。まあ、そうなった場合、もう物じゃなくクリアーな状態の抜け道っていうんですか、うん、はいはい、っていうもので、対策みたいな、はい、対策って何かおすすめの対策ってあるかなって。ああ、そういうことですね。じゃあちょっとこれ回答したいんですけど、はい、基本的にそこの税金っていうのは、あの、売上、まあ、儲かったお金から払ったお金を引いて計算するんですけど、はい、まあ、これ以外に控除っていうものを使って、はい、控除計算するんですよ。で、控除ってなんかいろいろあるんですけど、例えば今流行ってるのはふるさと納税。あ、ふるさと納税、肉とかもらえるやつですね。肉とかもらえるやつですね。やったことないです。やったことないですか。まだ全然12月末までは間に合うんで、来年の住民税が安くなる、安くなる。だから来年例えば住民税が30万円かかるとして、はい、今年30万円出したら、まあ、ほぼほぼ、まあ、住民税がこうなくなるみたいな。なくなった上にお肉が、お肉がもらえる。ああ、素晴らしいですね。ただただ、はい、こう納税するよりも、はい、まあ、自分が今まで旅行とかに行って好きだった土地の、うん、ふるさと納税、ふるさと納税して、あ、そうなんです。ふるさと納税にヘラクレスオオカブトとかあるんですよ。あの、そこに納税したらもらえる、ヘラクレスもらえるみたいな。いいですか。すごい、絶対そこじゃないですか。そうです、そこにします。めちゃめちゃカブトムシいっぱいじゃないですか。本当だ。本当だ。あ、初めて、前回はパチンコパチンコパチンコって言ってて、初めてカブトムシっぽいとこ出ましたね。そうですね。ふるさと納税やりますよ。やりましょう。なんかちょっと難しいのかなと思って。あ、そうですね。でも案外実は簡単なんですよね。なんかこう楽天とかでも普通に申し込みできるし、最近もサポフルって専用のページがあるんで、ほう、そこからこうワンボタンで、ワンボタンで、もちろんカードでも、あれですよね、買いすぎたらあれですね、自分がその税金を予想して買わないと、うん、はい、あ、そうなんですよね。逆にオーバーしちゃうこともあるんで、気をつけて、そうですね、気をつけてもらって、でなんかシミュレーションのこうサイトもあったりするんで、ほう、だいたいこのぐらい儲かりそうだなって人をこう入れて、うん、計算してっていう、やっぱね、知らないとお酒で損することもいっぱいあるんですよね、うん、確かに。ふるさと納税したら、ね、控除になる、控除になります
ね。来年の税金が安くなる。うん、お孫さんをされてるんですか。わしも最初やりました。わしも忘れましたよ、ね、忘れた。突然やったじゃないですか。出社みたいな。そうですね。ふるさと納税とか、あとは何でしょうね、見逃しがちですけど、払ってる保険料とかも当然落ちますから。保険入ってないんですよ。保険入ってない。入りましょう。はい。国民健康保険。国保には入ってるんですけど、がん、ね、保険とか、出身、ね、医療保険とかでは入ってます。あ、国保は入ってます。そういうことですか。それでアフラップみたいな。アフラップに、はい。あの見積もりに行ったら、すごい高くでもそれで控除になるんだったら入っといた方がいいってことを言ったんですよね。聞いてみましょう。でもそうなんですね。で、生命保険はそこまでふるさと納税よりは割は実は良くないんですよね。ああ、そうなんですね。はい、なんかこう、まあ、年間で4万とか5万とか、うん、まあ、生命保険でいうといろんな保険があって、うん、まあ、引けてやっぱ10万ちょっととかなんで、なるほど、万が一割はっていう感じですね、うん、まあ、そういうのもあるよっていうぐらいの、あるよっていうぐらい、はい、だから入ってる人は忘れずにちゃんと申告した方が安くなるよっていう、さすが大野先生ですね。いや、私はっていう感じで、ちょっとまあ、売上とか経費とかあるんですけど、まあ、控除もちゃんと取ってね、やった方が安くなるというちょっとお話でございます。なるほどですね。かぶちゃんどうですか、もう節税について、はい、もう完全にふるさと納税。ああ、ふるさと納税見ている方もね、やっぱふるさと納税はあってということでね、はい、認識していただけた回ではないかと。そうですね、思いますので、ね、当時もらえると、はい、あとはヘラクレスをかぶるかもらえるということでね、素晴らしい節税の回になったのではないでしょうか。ちょっとでもね、お役に立てればいいかなと思うので、はい、ではまあ、かぶちゃんのせーので終わりましょうか。せーの、ありがとうございました。さあ皆さん、 KTV を最後まで見ていただきましてありがとうございます。そしてチャンネル登録、 LINE アット登録、高評価ボタン、 YouTube へのコメント、よろしくお願いします。また見てね。